高島みどりは、日本の作曲家。東京都出身。日本現代音楽協会、日本作曲家協議会会員。東京都に生まれ、幼少からピアノに親しむ。東京芸術大学、同大学院作曲家修了。作曲を、石桁新霊星、間宮義夫、四季法を山田和夫に指示。日本合唱協会で指揮、ピアノ等を担当し。 東京会からの移植作品、愛のプロローグの発表を機に、NHK 全国学校音楽コンクールの課題曲、この愛を、遥かな時の彼方へと、今日の日に、巡り合いを作曲した。また、全国各地からの移植により、神様への手紙、青いメッセージ、風になる笛無伴奏混声合唱による、構成詞、誰かが時を、や、無伴奏女性合唱組曲、山中幻想、 無伴奏女性合唱曲、あなたが歌えと命じるときに、や、無伴奏女性、混声合唱組曲、白鳥などの、数多くの合唱作品を発表した。青いメッセージや、近年の作品である、無伴奏女性合唱曲、秋引く、門無伴奏女性合唱曲、ヒームは、劇場的な空間性を意識した作品であり、こうしたドラマティックな高揚感をもたらす。 作品造形を作品の特徴として挙げることができる。太鼓を叩け、笛を吹けでは、土属性と現代性を融合した、独特のリズム感や響きの感性により、新たな合唱作品の方向性を示した。また、歌曲、室内楽オーケストラ作品等があり、大編成による作品には、オフィリアの遺書、三人の歌手と還元楽、電子音響による、二千二年には、 東京オペラシティにて、室内落作品展、高島緑2002を開催。2008年には、還元楽のためのベビーユニバース。2010年には、15人の奏者のためのベビーユニバース。2011年には、還元楽のためのベビーユニバース3を発表するなど、ジャンルにとらわれない意欲的な作曲活動を展開している。音楽の友者、河合出版、等から、白鳥。 青いメッセージ、若者たちの日か、あなたが歌えと命じるときに、秋引く騒門ピアノのための、マウイの風など出版も多数。CD には、マウイの風、誰かが時を、キャロルによる、カノン他がある。ありがとうございます。